フランス軍、フランス軍、フランス軍は、フランス陸軍、フランス海軍、フランス空軍、さらに第四の軍として、フランス国家憲兵隊を保有するフランスの軍隊のことである。フランスは、不仏戦争や第一次世界大戦で戦火を交えた、ドイツ対策として、不独国境線に、マジの線と呼ばれる、大要塞軍を構築することとした。この線の建築で、 フランス軍の予算がほとんど使用されたため、装備の更新ができなかったという説があるが、これは正しくない。マジの線の構築のために、フランスの軍事予算は毎年増額されたものの、1933年には58%、1934年には33%の予算を余らせていた。また、1940年には、戦車2380両、 軍用機2441機を保持しており、イギリス遠征軍を加えれば、ドイツ軍に匹敵した。また個別の兵器でも、ソミューア S35 や、ルノー B1 など、ドイツ軍の E-5 戦車や e い戦車上回る、能力を持つ兵器を装備していた。しかしフィリップ・ペタンや、マキシム・ウェーガン、モーリス・ガムランといった軍の首脳部は、第一次世界大戦形の陣地戦による防衛を、 重視しており戦車は各手段に分配され機構師団による集中運用ができなかったシャルルドゴールをはじめとする一部の軍人は機構手段の創設などを訴えたが全く無視されたまた空軍も創設されず陸軍の補助的存在に過ぎなかったペタンは配備された飛行機も乱立する航空機メーカーが 多種多様な航空機をそれぞれ生産していたため機種の統一が図れなかった。海軍は新型戦艦、ダンケルク級戦艦、リシュリュー級戦艦や多数の有力な艦艇、航空母艦も保有していたが、作戦海域を地中海に主眼を置いていた上、ナチスドイツの侵攻では陸戦が主体であったためさしたる行動も取れぬまま降伏を迎えた。兵員面でも、 ナポレオン戦争以来の兵員不足を補うため、植民地から徴用された兵士が多かった。また、通信分野での理解も遅れており、すでに無線通信やテレタイプなどを採用していたドイツに、対、フランス軍は自動車やオートバイによる電令、電所場等を主軸にしており、迅速な命令を下すことはできなかった。このような状況で1940年フランスは、 ナチスドイツの侵攻に直面した。フランス軍は敗退を重ね、一が、が月足らずでフランスは降伏する。降伏後、フランス軍はナチス海来のビシー政権軍とダイナモ作戦などによって亡命した自由フランス軍に分かれた。一部の海軍の艦艇はイギリス軍と戦火を交えたほか、メルセルケビール海、1942年にドイツの接収を防ぐため、 1942年に自陳している。その後、ビシー政権は中立を標榜したために表向きには戦闘を行わなかった。しかし、植民地軍の一部は連合国軍と戦っている。1942年、統治作戦により生きたアフリカのビシー政権軍は連合国軍と戦果を交えたが、フランソワ・ダルラン帝督が降伏したため戦いは短期間で終わった。 北フランスのビシー軍は自由フランス軍に合流したが、ビシーフランス本土はドイツ軍に占領された。その後、自由フランス軍は連合軍の一員として、ノルマンディ上陸以降の反抗作戦で、かつし、パリ解放なども果たした。第二次世界大戦が終結すると、フランスは戦勝国として、アメリカやイギリスなどと共に、資本主義国として冷戦を迎え、 NATO に加盟し欧州の重要な軍事力として存在するようになる。一方で植民地内での独立の機運の高まりを抑え込むために軍事力を行使することもあり、インドシナ戦争では近代的な兵力を投入したにもかかわらず敗退してしまった。この他にもアルジェリア戦争など植民地における戦争の続発やフランスの植民地政策について 民族自決要人、アルジェリア独立要人へ転換を進めた、フランス第四共和制政府に対する政府点も視野に、入れた、軍事行動、アルジェリア中流軍によると、ゴール将軍政界復帰要求。アルジェ中東落下産部隊のコルシカ東不法進軍、選挙、及び、フランス本土、首都パリへの逆進行使さ、これらの一連の動きに、フランス軍中数部も支持、 こうをうかがわせたなど著しいシビリアンコントロール、喪失状態、関東軍か暴走状態を見せるが、担ぎ出した党のドゴール将軍、及び新たに立したフランス第五共和制が、決起部隊、決起部隊支持軍組織の意図に反し、国内世論と自身の国民的人気を強力な支持基盤にアルジェリア独立政策支持を表明。大幅に強化された大統領執行権をもって、 公明を迅速に、法整備や軍部人事介入、組織改革を推し進めたことが功を奏しアルジェリア、独立を達成。主要植民地を放棄したことで、海外での軍事介入は激減していく。また、エジプトのナセル大統領のスエズ運河国有化に橋を、発した第二次中東戦争には、イギリス、イスラエルと共に参戦したが、 アメリカの圧力や国際社会の非難もあり撤退した。これ以降、フランスはアメリカに頼らない独自路線を歩むようになり、NATO の軍事機構から脱退、事務レベルでは参加しているし、独自の核戦力も保有、強化するようになる。フランス軍は国際平和活動などにも重点を置いていたほか、脱退したとはいえ、NATO との一定のパートナーシップを保持し続けた。一方で、 1960年代にサハラ砂漠で行った核実験では兵士を爆心地に向けて歩かせることで核兵器の人体に対する影響を研究する人体実験を行っていたことを証明する機密文書の存在が反している。1991年の湾岸戦争に際しては他国籍軍の一員として大イラク戦に参戦した。冷戦構造崩壊後のフランス軍は 地域紛争に介入しこれの解決のために国連や他国との協調を重視し NATO 諸国との一層の関係強化を行っている。2009年にサルコジ大統領が NATO 創設60周年記念首脳会議にて NATO 軍事機構への43年ぶりの完全復帰を宣言した。フランス軍は全軍合わせて約31万人の兵力を有する。このうち 約10万人は国家憲兵に属する。以前は徴兵制が存在していたが、2001年に廃止され現在は志願制となっている。兵役義務は存在しないが、男女を問わず一定年齢に達すると予備役登録を行わなければならない。フランス軍は旧植民地を中心に全世界に常時約3万5千名を展開している。シャルルド。 オール大統領による独自路線により、1966年に NATO の軍事機構からは脱退していたが、新米派のニコラ・サルコジ大統領によって創設60周年を迎える2009年に全面復帰した。第二次世界大戦前と比べると大幅に少なくなったが、現在のフランス軍も常時海外へ展開している。一つは南米やカリブ海、インド洋、 太平洋に点在するフランスの海外領土の防衛のために比較的規模の部隊を常駐させている。一部では独立運動の鎮圧を行っている。もう一つは旧フランス植民地、多くはアフリカに旧宗四国として内戦や地域紛争に介入したり、ウラン港などの利権防衛のために外人部隊などが派遣されている。 植民地の独立後もフランスが利権を持つ地域は多く、過去の領土的野心ではなく、利権の防衛に主眼が置かれている。さらにもう一つは、NATO や WEU などと協調して、多国籍軍に参加したり、ドイツと合同旅団を構成したり、国際的に多国間の枠組みの中で、指導的立場として振る舞っている。 2013年1月には、旧植民地マリ共和国で発生した軍事クーデターと、トゥアレグ族の反乱による、マリ国内の混乱に対処するため、マリ政府の要請を受けて、空軍と陸軍による反乱軍の鎮圧作戦を実行している。2014年以降、ルールに基づく海上秩序を守る宣言の一環として、二海軍は南シナ海を定期的に航行している。 2016年には当時の国防省が他の欧州諸国の海軍に対し定期的で目に見えるプレゼンスを南シナ海で展開するよう呼びかけている。これまで特にベトナムなどの東南アジア諸国が反発している南シナ海での中国の領有権主張をめぐり中国との対決を主導してきたのは米国だがフランスは英国と並び同地域に定期的に海軍派遣している。 欧州国として、この紛争にも干渉しており、年3回から5回、南シナ海に感染を発見している。フランスの独自路線の象徴で、フランス軍の中でも最優先の位置づけで予算配分を受けている。フランス海軍、戦略海洋部隊の戦略ミサイル原子力潜水艦には、M45 潜水艦発射弾道ミサイルが搭載で、フランス空軍のミラージュ 2000N と海軍の シュペルエ・タンダールには、アスンプ空中発射型巡航ミサイルが搭載されている。フランス陸軍は、アルビオン高原に S-3 中距離弾道ミサイルを配備していたが、冷戦の終結により撤去されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。